もうちょっと編集問題で、うん、やってみましょうかね。あと5問やってちょっと一段落かな。わあ、けど最初からちょっと50、60って学校面にやるんですけど、やっていきましょう。編集59、1から6枚の目の出る大小1つずつのサイコロを同時に投げる。大きいサイコロに出た目の数を A、小さいサイコロに出た目の数を B とした時、 A が B の約数である確率も、なんかどっかでやったよねこれね、沖縄かどっかじゃなかったっけ、約数である確率、大体もうこんな問題しか出ないんですね。だから一応ね、学校名変えて、やはりちょっとすごいところでこういう問題出すんだってことだね。まずだから、で書き方は皆さん覚えてくださいね。こうやって、特に左側に基準になる数を置けばいいんですよ。ね。で、大きいサイコロとか小さいサイコロじゃなくて、A が B の約数、日本語間違えないでくださいね。A が B の約数だから、B は A です。ね。A が B の約数が、これが整数である。整数なんだけど、なんですよね。まあ、自然数でもいいですけど。ということをしっかりと。どっちがどっちであるか悩まないでくださいね。とこれ、はい、61 62 63 66、よろしいですか。うん、51 55、うん、41 42 44、31 33でしょ、2122、前回見た時もこれ忘れちゃう可能性あるんですね。じゃあこれで、だから全部で1234567891011121、だから36分の10で18分の7、これ私ボケで同じ問題出したわけじゃないんですね。やっぱりやっぱりこういう問題って好きなんですね、学校側としてはね。だそういう意味で、なんか一見最初の時の見て、こんな問題と思った、思われたと思った、思うと思ったので、もう一回学校名変えて出してみたんですね。よろしいですかね。さあ、だ基本さえしっかりできてればいいんです。難しい問題たくさんやれるも基本を使った方がいいんですね。よいしょ。次、演習6時いきましょう。日比谷ですね。怖がらずにいきましょう。ですね、1から6までの目の出る大小1つずつのサイコロを同時に投げる。大きいサイコロの出た目の数を A、 小さいサイコロの出た目の数を B とする。で、 2A プラス B が素数となる確率を求めよう、ね、そしたらこの皆さんこういう問題見た瞬間どういう発想するかですよ。今までのやった経験がどこまで活かせるかって言うんですけど、これは簡単ですよね。やっぱりサイコロなんですから表を作ればいいだけの話なんですよ。ただその表の横のメモリがちょっと違うだけなんですね。だから横を 2A にして縦を B にすればいいわけ。縦は 1,2,3,4,5,6 っていう目に決まってますよね。けど横は全部2倍してるわけじゃないですか。だから2,4,6、あ、狭すぎた、失礼いたしました。2A と構成がいいか、ね、構成がいいか、ごめんなさい。 2A と B でしょ。1,2,3,5、いいですか。でこれ横に 2A にすればいいから、2でしょ、わかります。サイコロ1,2,3,4のこれ全部2倍したやつ書けばいいんですよ。2,4,6,8,10,12、わかります。あとはこれ足し算すればいいでしょ。足し算してその中から素数だけ選び取ればいいんだから、とにかくサイコロ、2つのサイコロの和とかね、積が出たらば表を書く、よろしいでしょうかね。でもう探せばいいんです。計算なんかしないでね。これ足し算していけばいいんだから、3,5,7,9,11,13でしょ。足し算ですよね。で、こっち、縦にやっちゃいましょうか。ね。4,5,6,7,8。で、まあ足していけばいいですから、6,8,10。
12、14そう足していくよ7、9、11、13、15足しますよ8、10、12、14、16足しますよ9、11、13、15、17、ね、6を足していきますよろしいでしょうか10、12、14、16、18もうできちゃったこれねで問題は何かって素数でしょ素数はどれかっていうとこれでしょ3 3でしょで5、7、11、13っていうふうに数えていくと全部で、13個ありますねよろしいでしょうかだから36分の13なんか一瞬なんか2倍したらいいような感じしたでなんかねほら2、3が6で変に反応しないでよこれね2分の1とかしないでくださいもうこれ無理ですからねだから36分の13ですね円周率指輪だって怖いことないですねそれこれを表ですよ割ったったらこういう横を 2A にして表をつけるぐらいのこのぐらいのね臨機応変さ欲しいですね次いきますでちゃんと考えてこれ順番にしたんですね2番1から6までの目のある赤と白の2つのまあそれはどうでもいいだってサイコロを投げると、うん赤のサイコロと白のサイコロの出る目の数をそれぞれ AB とするときこのとき5分の 2A プラス B が整数となる確率をでなんか似てる問題ってこう多いんですねではこの表を使いましょうこの中全部 2A プラス B の値ですでそれが5で割ったときに整数になるって言うんだから5の倍数を探せばいいでしょということはもうこれ丸つけちゃいますねこうでこれでしょビヨンビヨンビヨンこれでしょビヨン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 これでしょいやいやいやこれで相手に抜かしちゃった丁寧にいきましょうねもう一回やろうないですねあっあれですねそう本番だと余計な皆さんねこれでしょこれですよねもうないですねだからそうすると全部で1234567個ですだからもうこの円周61円周61こういうね数式が出てくると文字式が出てくると皆さん怖がっちゃうんですけども何が大事なのかっていうところね情報として 2A プラス B の情報さえあればいいわけですからこの表を書けばいいんですよろしいですかねこの表を書く表を書けば一発ですからねいいですかね、うん、さああと次2つこれも代表的な問題なんですね鹿児島と沖縄ですねちょっとやっていきましょう円周62ですねこれもよく出るんですね、くるくる回るパターンですね右の図の正五角形 ABCDE において頂点 A を移動する点 P は最初に頂点 A にあった頂点 A の部分に点 P があってこれがくるくる回るわけですよね点 P は大小2つのサイコロを同時に1回投げ、ね、出た目の数の和だけ矢印の方向に順に移動する例えば出た目の数が目の和が6の時は B に止まる。それはそうでしょうね。どういうことかというと、A、B、C、D、E。今、ここに点 P がいるわけですよ。で、こっちに P。で、もし6だったら、1、2、3、4、5、6だから B に来ちゃうんだっていうことですね。よろしいでしょうか。じゃあ、そこで問題は何かと。止まる点 P が頂点 D に止まるここですねここに来るのは、どういう、何通りありますか要は確率を求めなさいだから2つのサイコロなんだからもう36分の空き分かってるんですね円周62だから和がここに来るためにどうしたらいいか順番に考えまず1周目で1周目でまずここに止まるかとか123だからまず和がもし3であれば必ずここに止まりますよねで今最高我々は12歩まで進めるんですよなぜかサイコロ2つ66だ12歩までだからまず3は OK ですよねで次3456789だから8も OK なんです
で9、10、11、12、そうするともう3週目は無理なんですね。ということは和が3、和が8はどれかということですよね。そうするともう皆さん表書かないですけど、表皆さんテキストの中から表を探してください。そうするとこれ全部7通りあります。3と8、和が3と8になっている7個あります、表の中からね。だから36分の7になるわけなんだ。だ順番にやればいいんですよ。1週目、2週目って意外とこういうのって問題見ると焦ってしまうんですけど、難しいのかなって。で丁寧にやれば大丈夫です。いいですか、ね、1週目、2週目。で全部で最高は12歩までだからっていうと、12はこれ止まっちゃうから、じゃあ3と8だけでいいんだな。あとは表から探せばいいんだなってことですね。よろしいでしょうか。じゃあ最後、沖縄行きましょう。演習64ですね。あ、63ですね。ね。よいしょ。こういう問題もよく出ます。本当に数直線上左右に動いてってやつよく出ます、これね。よし。だけどこの2つやっとくとそれほど怖くないってことが分かると思いますので、問題文長くても怖がらないでください。演習63。演習63。うん。下の数直線上の整数の点は動く点 P がですね。で、点 P は原点をスタートし次のように動く。大小2つのサイコルを同時に1回投げて、大きいサイコルに出た目の数だけ成果。だから、まあ、ここをゼロとして、こっち大きい。で、こっち小さいサイコルですね。小さいサイコルに出た目の数だけ負の方向に進んで止まると。例えば大きいサイコルに6。だから、ここ6。で小さいサイコルに4が出たら、1、2、3、4、5、6行って、1、2、3、4、だから2のところに止まるんだってことですね。 A に止まる、だ A が2って書いてあるんですよね、ということを言ってるんです。だからこの目の出方は64と表すと。なるほどね、はい、じゃあ問1いきましょう。点 P が点 B、 点 B ってマイナス5です。点 P が、して、ごめん、ちょっと消そうかな。よし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 。今ここに点 P があって、点 P があって、なんだっけ、マイナス分とかですね。点 B にここに止まる。それはどうするときか。まあそれはね。だってサイコロは左に一番左に6しか行けないんでしょ。左に6しか行けないんだから、ここに行くには5ギリギリだから、だからサイコロ0ってないからね、必ず右へ行かず最低の一歩進んでから戻るしかないんだから、右へ一歩進んでから左へ6歩進めばマイナス5になる。これしかないですよね。だからカッコ1、目の出方を表しなさい。だからこのこれですね。大きいサイコロが1、小さいサイコロ、小さいのかな。そうだね。もうこれはこれしかないでしょ。うんね。うん。2歩行っちゃったらもう戻れないですからね、ここまでね。ならってないですからね、目がね。ということです。問いに。あ、カッコになって。大体こんな問題が多いですから、あまり怖がらない方がいいですよ、皆さんね。点 P が原点にある。はい、やりますね。原点に止まる。これは行って戻るだけでしょ。ね。行って戻ればいいわけなんだから、とりあえず同じ目が出ればいいわけじゃないですか。だから、全部でこれは6通りですよね。問題文の長さに割りにしては、ね。右へ6行って右へ、左へ6、1行って左、だから入ったやろ、11223344556が出ればいいわけですからね。よろしいでしょうか。最後、意外と最後はちょっと面倒くさいかな。点 P が2以上での点で止まる。これはちょっとだけ考えた方がいいですね。点 P がこれよりこっち側、こっちよりこっちで止まる。どういうふうに考えるかというと、これはですね、こう考えたらよくいいんじゃないですか。差、大きい方から小さい方の差が 2以上だからね。ここがポイントね。2以上です。だからこれ含まれます。含まれるんですから、等式こうですよね。
これを解けばいいわけじゃないですか。よろしいでしょうかね。だからそういう時は、まあ何これ確率でしょ。でまず AB と置くで、大きいサイコロの方がいいでしたっけ。あ、大きい小さい書いてないのか。じゃあこうすればいいですね。大小ってふうになるでしょ、はい、ね。で、差が2になるようにやるんだから、これこっちを基準に6から始めるんです。6の時ね、4で、ごめんなさい、2以上だから6の時5、6の時4ね、差がこれ、あ、ごめん、待ち、失礼してしやがる。差が2よりでかいのは6の時1。こうやっていけば6の時2、まだ差が4ですよね。6の時3、まだ差が3ですよね。6の時4、まだ差が2、ギリギリ OK。 だからまずここでまず一つ大きいサイコロが6が出た時には4通り、まだ2以上でいかれるわけですよね。同様に5の時1でしょ。5の時2、まだ差が3だもんね。5の時3、あ、2、もうギリギリここまで OK。だから5に関してはこの3通り。次4の話ですね。1、これ3ですよね。4で2、差が2、だ4はここまで OK ですよね、っていうふうにやっていきますね。次3の時ですね。次3の時は1、もうこれでもう終わりですよね。2の時差が1になっちゃうからね。で2の時もうダメですよね。ということは全部で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10通りあるんだと。だから何でも大体こういうパターン、座標みたいに書いていくと分かりやすいんですね、丁寧に、ね、こっちを基準にどんどんやっていくといいですね。でよって36分の10だから、5、18ですか。だから18分の5ってことになるわけですね。だから意外とね、それほど難しくなくて書き方の問題です。だからできるだけ真似するといいかもしれないですね。よろしいでしょうか。じゃあ一応今日はこの辺で終わりにしたいと思います。